皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、じゃじゃん、 EBS 初のパワーサプライということで、取扱代理店の森田隆さんお邪魔させていただきまして、早速ですね、本体、マニュアル、それからパッケージの方までね見せていただきまして、またご丁寧にね解説いただきました。でね、素晴らしい製品だなということでですね、いくつかポイント、ご紹介させていただきたいと思います。まずね、10ポート全てがアイソレートされているということでね、ノイズに強いということ、それからね、ボルテージが切り替え可能ということでですね、こちらはですね、1ポートから8ポート目、こちらが 9V、12V に変更可能ということで、矢印の、右側見ていただきますと、ミニスイッチがずらっとついてるんですね。こちらディップスイッチということで、エフェボーさんも触ってみましたけど、かなり固め、ですので、なんか移動中にこう振動で、変わってしまうということがないと思われますので、こちらはご安心いただきたいと思います。で、9V、12V をこちらで変更するということですね。で、9V にすると最大は 900mAで、12V の方にするとですね、最大 800mA で使うことができますので、エフェクターの用途に合わせてですね、ぜひともこちら、選んで使っていただきたいと思います。それから9ポート目、10ポート目はですね、9V で 900mA で固定されております。で、嬉しいポイントはですね、純正のですね、フラット DC ケーブルが6本も付いているということで、これはね、小スペース化を図る上ではとってもいいポイントだと思いますのでね、これは嬉しいポイントですね。それからですね、2つの出力端子を並列または直列で使うことができるということでですね、こちらのためにですね、2本の Y ケーブルっていうのがねついてるんですね。黒い方がカレントダブラー、赤い方が、ボルテージダブラーということでですね、Y ケーブルになっていると。で、黒い方はミリアンペアの電流の方、赤い方はボルテージを変える電圧の方ということですね。で、まず黒い方から見ていきますと、12V の場合は 800mA ですので、これが2倍になるということで 1600mA のエフェクターで使えるということですね。で、それから 9V にすると 900mA ですので、これが2倍になるので、やはり 1800mA、 これが最大値になっておりますので、まあ、デジタル系とかね、消費電力が大きいものの場合はですね、こちらあらかじめついているケーブルということで嬉しいポイントですね。それから赤い方の Y ケーブルはですね、電圧を変えるということで、 9V の場合は 18V で使えると。で、 12V の場合は2倍の 24V ということですので、ベース用のエフェクターとか真空管を使ったボルテージの高いエフェクターなどにはこちらをお使いいただきたいと思います。で、さらにですね、2本ケーブルがついておりまして、極性反転アダプターはセンタープラスのものを使いたいときですね、赤い方ですね。それからグレーの方はですね、HX ストンプなどはこの 2.5 ミリの変換アダプターだそうですので、別個にね、この HX ストンプ用のケーブルを買ってこなくてもいいというところがね、これがとても嬉しいポイントですね。で、まあ、これ小ネタのようなもんですけれども、デザインの方はですね、竜のデザインということですけれども、こちらの、竜のデザインの中に EBS という文字がね、隠れていたりしますので、こちらもね、チェックなさっていただきたいと思います。ということで、まとめですけれども、10ポートですので、かなり大きなボードにもね対応できるということ、それから拡張性はね、先ほど Y ケーブルでご説明した通りですので、いろんなエフェクター、つなぐことができると。で、またそれがね、純正品の付属品なので、これも嬉しいポイントですよね。ということで、アイソレートされていますので、アナログデジタル混在でも大丈夫ですし、ノイズにも強いということで、ぜひとも EBS の初の、10ポートのランステイン、ぜひともね、注目いただきたいパワーサプライでございます。ありがとうございました。